極力はしょります。いくつか歩く本、僕が今ここに立っているのは素朴な一つの謎であり、今日の場面を静かに見つめて、手のひらに乗る小さな巻物を開いて、説問を解き明かしながら歩きたい。重力に支配されてるこの世界で、僕は軽やかなステップを今日皆さんと探したい。教科書はどこにもない。自らを一人の本として歩いていったら、道の向こうから歩いてくる不思議な本のあなたと出会う。皆さん、本当今日は改めましてありがとうございます。こんにちは、服部豪です。どうも。いろんな思いがね、たまたまテレビ東京でフリーターやってる頃に見たんで、ベンズカフェとかオージャスラウンジ南青山とか、そしてこのジャズ喫茶映画館、ここでしかない空間のいろんな思い出がやっぱりあるわけですね。素敵なイベントがここで、育まれました。本当は故郷の皆さんとのこの時間を、年に数回のハッピーな時間をありがとうございます。その頃に僕がもっともっとケツの青い頃に書いた、エブリネスってオージャスラウンジの南青山のオープンマイクの前にジョナサンで見た風景を書いた青い詩を読みます。ポプラの木。土曜日の夜、にぎわうレストランのジョナサンの窓越しに一本のポプラの木が、誰にも気づかれないで静かな物腰であるべき場所に立っている。時折吹く夜風に大きい緑の葉を揺らしながら、今までにどれほどの人間模様を見つめたのだろう。窓越しのレストランの中で食事をする人々の日々を彩っている笑いや涙、冗談を言ってはしゃぐ青年たちや、報われない恋に唇を噛んでいる女性や、うたた寝の間に亡き夫を夢見る老婦人や、この街で繰り広げられる数々の物語、今夜もレストランの窓越しに人知れぬ秘密を知る静けさで、ポプラの木は一人立っている。ちょっと懐かしい詩を読んでみました。ありがとうございます。ここでサンちゃん、ちょっとこれを貸していただいて、はい、この辺に、いや映んなくてもいいよ、置いてもらって、はい、俺が映れればいいんだな。うん、2つのうち1つはしょるから、はい、1つの方はまた今度にして、こっちの方で。はい、あ、分かりました。どこが弾きやすいかな、場所。これも時々ね、サンちゃんがありがたいことに服部豪とサンシモンっていうのに付き合ってくれてありがとうね。ありがとうございます。ギターサンシモン、よろしくお願いします。お邪魔します。マイク今なくて平気かな。いいねっていう詩を読みます。サムズアップ。僕は親指を立ててあなたの顔に見せる。しばらく忘れてたサムズアップの合図をあなたに、僕にこのひとときに。 Facebook に Twitter から Instagram まで誰かの反応に飢えてたから、たくさんのいいねも嬉しいけれど、今夜僕らの間で生まれてる、今生まれてるリアルなサムズアップほど嬉しいものはない。産声をギャーってあげたあの日から、誰もがサムズアップな命だったらしいよ。2023年の不安に震えたりしている季節を生きる僕らが、少々たちの悪い風にマスクをしながら、尺度のない情報に振り回されちゃって、
自分の内に宿している喜びの根源を忘れませんように。今も互いの血を流し合う国の戦場に、一刻も早く平和を念ずる人々の風が届きますように。この街のどこかで一人さまよう名もない人が笑顔を交わせる誰かと出会えますように。僕らは探している。日々のあちらこちらに見出すサムズアップ、サムズアップな場面の輝きを探して、あなたにこの親指をそっと立てているよ。サムズアップ。お互いの日々を密かに結んでいるその合図を、僕に、君に、あなたに、これから織り出されるだろう僕らのまっさらな明日に。サンちゃんありがとう。あと短い詩を2つ読んで終わります。いいしょ。まあ、息子があのダウンちゃんでね、まあ、知的にはちょっと重くて会話とかできないけど、彼はハッピーをすごい感じてるみたいです。そういう感性を持っています。でもまあ、こうやって味わいのあるハッピーなひとときもあれば、ちょびっとだけ苦しいって思うときもあるけど、そんなときは僕も妻と協力してちょっと踏ん張って、皆さんがどっかで歩いてることを思い出します。息子のことを息子と言わずに書いた四つ葉のクローバー。誰もが四つ葉のクローバーを探してる。三つ葉のクローバーとは呼ばないが、四つ葉のクローバーという名はしっくりする。三つ葉のクローバーは普通だが、四つ葉のクローバーは奇形だという。自分の姿を見出せず、普通といううっすらとした闇にまみれてあがいている人々がいる。本当は誰もが探している。不意に足元から風にささやいている奇形という名のクローバーが輝きを増す。あの瞬間を。はい、ありがとうございます。お知らせとしてはね、木馬さんが CD 今日持ってこなかったのはご愛嬌ってことで、森政の本もね、もしよかったら、でも大絶賛で、皆さんよかったら本人が手持ちで、木馬さんの CD は安心ですね。詩集朗読集素晴らしいので調べてみてください。音源の活動もね、音源もやってますので、いろいろ調べて SNS でください。サンちゃん CD 今日持ってるの？じゃあ持ってます。サンちゃんも CD 持ってるんでね、よかったら。お願いします。まあ、僕の刺繍はともかく、息子についての刺繍と、小さな希望や勇気になるようなものや、皆さんの日常に当てはまる詩などが持ってるので、朗読会価格1000円で、漏れなくトンボやカナリアっていう僕がやってる同人誌文芸誌のいろんな石が載ってる石がついてきますので、まあ、声かけてください。はい、ポエトリーサロン、ポエトリーひらがな、サロンカタカナ、ポエトリーサロン、布団の中のアーティストに今度出ますけど、6月30日哲夫さんという人のが素晴らしいイベントのが出てます。今ポエトリーサロンに、そしてこの方、ある日の詩人吉野博さんの娘さんが今度出てくれて、非常に興味深い大切な話をしてくれてるんで、その見てください。今日は本当にありがとうございます。吉野博さんの詩を読んで今日は終わって、まあ、もしマスターが大丈夫だったらコップ一杯だけお茶かお酒を飲んで、まあ、無理だったら飲むんでしたらあちらの方へちょっと、あ、わかりました、はい、じゃあ残りたい人は残ってね、話したい人はいろいろゆっくり温泉の続きをね、あれして、まあ、自由ですから、この後はそういう時間にしたいと思います。なんかうまく言えないけど、本当に素晴らしい時間で、
レポートや動画あの出ない方がいい人は全く自由だから僕とサンちゃんに言ってくださいね。じゃあ言葉の温泉始まりました。今日の皆さんでまたポエトリーリーディングの素晴らしさをこのジャズ喫茶映画館から始めたいと思います。吉野博さんの詩です。ちょっとアレンジして読みます。七子に赤いリンゴの方をして眠っている七子、お前のお母さんの方の赤さはそっくり七子の方に行ってしまって、一頃のお母さんの艶やかな方は少し青ざめた。お父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた。唐突だが七子、お父さんはお前に多くを期待はしないだろう。人が他からの期待に応えようとして、どんなに自分をダメにしてしまうか、お父さんははっきり知ってしまったから。お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は争い、傷つけ合い、他人を愛することをやめて世界を見失ってしまう。自分がある時、他人があり、この世界がある。お父さんにもお母さんにも酸っぱい苦労が増えた。苦労は今はお前にはあげられない。お前にあげたいものは香りの良い健康と、勝ち取るに難しい、育むには難しい、自分を愛する心だ。おっさんになると涙もろくなる。今日は皆さん素晴らしい言葉を持ってありがとうございます。これから続けていきます。サンちゃんとこの本とまた今年どっか集まりましょう。ありがとうございます。サンちゃんちょっと来て、はい、助けてくれ。詩が良くてちょっと関係やめちゃった。あの今の気分はエアマイク、あ、ジャズ喫茶、これ、ね、はい、なんか一言皆さんに愛のメッセージをね。本当にあの、はい、ゴーさんがあのポエトリーの、はい、その言葉の現場としてあの本当にゆっくりぬくぬく疲れる場を作りたいということで、今回この言葉の温泉というものをあの企画してくれて、でサンちゃん一緒にやろうよって言ってくれてやったんですけど、本当になんていうんですかね、こう言葉を好きな人たちがそれぞれの言葉を素敵な場所でやるっていうことが、その郷さん のやりたかったことがあのできた原点になったのかなっていう気がしました。本当に のありがとうございます。ありがとうサンちゃん、ありがとうございます。助けられた。で木馬さん、斉藤木馬さん、ゲストの斉藤木馬さん、本当にありがとうございます。今日があの久しぶりと復活ライブっていう、ね、楽しみでね、形でやっていて、これからまたガシ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 行かれると思うので、あのぜひ皆様も木馬さんに本当にあのもう本当お一人一人がもう本当に今日はあの ゲストというかですね、本当に存在だったと思うので、あの本当に皆さんのでこう言葉 の温泉をあのひなんていうんですかね、こう引き続き一緒に使っていけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。なのでまあこれで締めますが、お名残惜しゅうございますが、マスターのありがたいご夫婦のね、ジャズ喫茶映画館、素晴らしい空間、ずっとあと100年ぐらいやってください、本当、お願いしますよ、本当。お体大事に、本当、涙と鼻水が塗られるんだけど、だから、あの、自由だから、ここから、あ、自由じゃっていうか、コップ一杯、お茶かお酒飲んで大丈夫ですから、話したい人は、近況。あの、そちらへどうぞ。あ、そちらの方に、あの、エスコートをしてくださるんでね、いい男が。ちょっとこちら、これから。じゃあ、一回閉めますよ、皆さん。本当、今日、言葉の温泉第一回、ありがとうございます。この時間を記憶に残ると思います。じゃあ、本当にありがとうございました。最後に締めとして、僕がババンババンバンバンっていうので、はいはいで締めると皆さん、サンちゃんの歌のように月が良い方に変わります。いきますよ、皆さん、いいですか？はい。
ババンババンバンバン。はいはい。ありがとうございました。また会いましょう。じゃあお時間許す方、こちらで飲んだりしていけたらと思います。ありがとうございます。